はい、こんにちは、もんちゃんです。今日もよろしくお願いします。今日はこちらですね、よいしょ、はい、ルネッサンスホテル、沖縄リゾートさんをご紹介したいと思います。では早速お部屋までの様子とお部屋の中の様子撮ってありますのでご覧ください。
お部屋をご紹介したいと思います。お部屋入りますと、まず左ですねがお手洗いかな。はい、こんな感じです。まあこれは、はい、開かないタイプですが、まあ綺麗でいいんじゃないですかね。で、手洗うところもこちらありますので、タオルもあって、まあ十分ですね。はい。で、こちらもう少し進みますと、奥が、まあ、ベッドスペース、左側が洗面台ですね。で、まあ今回は先に洗面台行っちゃいます。こんな感じですね。で、これは閉じるかな、ちょっと後でやってみますが、曇りガラスができるかも。ちょっと見てみましょうか。これブラインド、あ、行きました。こういう感じですね。曇るタイプのやつで、結構最先端っぽいですね。はい、こんな感じになってます。で、洗面台は一つのタイプですが、まあ石っぽくて清潔感もあっていいかなと思います。で、アメニティはこんな感じで出ております。ボディタオルもありますし、十分かなと。すべてのところにルネサンスの文字入ってます。はい。で、これは6シタンかな。はい、 6シタンの、アメニティ、これ珍しいかも。なんかこのケース初めて見たかもです、私は。はい、ホテルでは初。全部6シタンですかね。はい。で、まとまっております。こちら動かせる鏡もありますね。はい。で、ドライヤー開けてみましょうか。ドライヤーはこちらルネッサンスの文字入ってます。あ、ドライヤーが取り出しやすい。で、パナソニックのナノイーのやつですね。まあナノイーですし、いいやつじゃないですかね。はい、ケースも取り出しやすくていいかなと思います。で、お風呂行ってみたいと思います。お風呂はこんな感じ。あ、でも色味はちょっと、まあ、ベージュっぽい色で清潔感ある感じで、手すりなんかもあったりして、結構深さがあるかなって感じがしますね。横幅はどうでしょう、なんかスポッと入る感じですが、まあまあ長さは十分にありますのでいい感じですかね。で、アメニティはこちらオリーブゴールドなんて書いてありますが、のやつとは別に6シタンバーベナですかね、これは。はい、のシリーズが6シタンあります。はい、まあ2つあるのでどういうことだろう、こっちでもいいですし、まあこっちでもいいのかなって感じがしますが、はい、こんな感じです。バススペースこんな感じで、ベッドルームというかメインのスペースですね。まあこんな感じ。色味はまあシンプルですね。なんか特別癖がないですが、ソファーがちょっとね青みがあったりするのは海を意識して沖縄っぽいかなと思うんですが、あ、ただこの後ほどまた来ますが、この感じ、鳥さんの絵とかはなんか可愛くていいかも。はい。で、ちょっといろいろ行ってみたいと思います。まずこちらですが、ここクローゼットみたいなスペースになってますが、これ動きます。この鏡が動きまして、アイロンとかアイロン台とかはここに収納されております。はい。で、あとはこちらスリッパですね。茶色で可愛い感じです。まあ、これはルネッサンスの R ですかね。可愛くて良いと思います。はい。で、こちら開けてみます。これパジャマですね。で、パジャマは、まあベージュっぽい、薄いベージュって感じですかね。で、ズボンのタイプでルネッサンスの文字入ってます。で、お子様用のパジャマもあります。袋もあったりで、まあこれは可愛くていいかな。はい、っていう感じですね。で、こちらミニバーの周辺って感じですが、除菌水、お水2つ置いていただいてありまして、コンセントのジャックありますね。まあここは、ケトルとかを挿すかなと思います。で、こちら開けていってみます。はい、ここはグラスとかお茶とかですかね。煎茶、ほうじ茶、これはなんだ、三品茶、はい、あります。まあ、これ沖縄のですかね。はい。まあ、紅茶がないですが、代わりに三品茶って感じですかね。はい。まあ、これもいいかもですね。沖縄のものがあるのはいいポイントかも。はい。で、冷蔵庫開けてみます。あ、こちら側からですね。まあ、これは、まあ、もしかしたらコロナの影響もあってかもって感じですね。はい、カラーです。で、こちら、ケトルとアイスペールですね。まあ、この辺は一通りありますね。はい。
でテレビはどうですかね、50型って感じですかね、十分大きいです。はい、でティッシュありまして、リモコンありまして、ここはコンセント系ですね、 HDMI、 USB 普通のですね、まあ、USB ここにあるので、まあ、携帯とかはね、ここでもできるかなと思います。と、アロマディフューザーですかね、これは。と、アロマのオイルがあります。ローズって書いてあるので、まあ、バラですね。はい、こんな感じ。で、こちらは、開くとこあるのかな、こちら、手紙とか書くやつと、ホテルガイドですね。で、下が、金庫ですね。金庫。よいしょ。まあ、こちら、ランドリー系のものが、入っております。はい。こんな感じですね。で、ベッド脇行ってみます。ベッド脇は、まあ、ライト系と USB ここにあります。USB のジャックがありまして、通常のコンセントジャックもこちらにあります。まあ、十分ですね。両方ともある感じで。で、間接照明、ベッド。いい感じですよね。このベッドの上の、こういうのは今、結構いろいろなホテルでありますが、おしゃれでいいかなと思います。で、この絵が、沖縄らしくていいんじゃないですかね。フラミンゴとかですか、フラミンゴですかね私鳥に強くないんで絵でパッとわかんないですが、こんな感じで可愛い感じの絵みたいなタッチですね、書いてあるみたいな直筆みたいなタッチで可愛いかなと思います。はい、でこちら、まあ、ライト系と USB ですね、と、まあ、こちらも通常のあって、スピーカーですかね、まあ、これは Bluetooth のやつで、インルームとかの、電話ですねあります。どうですかね。で、こちらソファーですが、ソファーは多くて結構幅があるので、ここ、まあ、結構ゆったりできるかなと思いますね。はい、で円卓ありまして、椅子ありまして、こちらからお部屋見るとこんな感じで、まあ、これ、45から50平米ぐらいありそうな広さの感じに見えますが、はい、十分広くて、清潔感もあって、デザインもおしゃれでいいんじゃないかなと思います。はい、で今日はこれですね。こちらの部屋はバルコニー付きになってますので、バルコニー出てみます。よいしょ。はい、で椅子2つありまして、どうですか。で海こっから見てみましょうかね。じゃーんとこんな感じです。いや、やっぱ沖縄って感じですね。はい、ここはもうホテルのビーチです。いやー、沖縄らしい海の色でビーチも見えていい感じじゃないですかね。はい、まあこれはね、ゆっくりここでしたいですね。はい、はい、お部屋戻ってきました。こんな感じですね。ちょっと一周してみます。こんな感じでビーチ見える、こんな感じですね。はい、では、ホテルのお話この後したいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はこちらですね。ちょっとカードキーがかっこいい感じで黒なので、これちょっと見えるかな。はい、ルネッサンスホテル沖縄リゾートさんをご紹介したいと思います。まあ、早速まずキーからなんですが、これ黒で、文字もね、黒のこう材質で変えてる感じで、材質というか材質加工の仕方ですかね、かっこいい感じで、後ろにも一応こんな感じで名前はピントかな、はい、入ってます。まあかっこいい感じのキーです。で、こちらは、那覇空港から1時間かかったかなかからないかなぐらいですね。レンタカーできたんですが、の距離感で、まあ、結構いいとこにあるなと思いました。はい、でまあ、ここに来るまでも、このちょっと北の方向も、まあ、ホテルがたくさんある、まさに激戦区かなっていう感じで、まあ、その中の一つですね。で、こちらのホテルは、マリオットグループに入ってるグループで、本州には多分ね、ないと思うんですけど、沖縄には日本であるということで、ちょっと気になってたホテルなので、来てみました。はい。で、何気にというか、実は私、沖縄県に来ること自体が、人生で初なので、沖縄県初のホテルでもありますし、沖縄自体も初なので、まあ、他とね、沖縄のホテルと比較ができないんですけど、まず総じて、沖縄らしくて、とてもいいホテルだったなと思います。はい。で、
まずは、専用のビーチがあるんですけど、ちょっとお部屋までの動画でもあえて行ってみたんですけど、まあ、そこもね、やっぱ沖縄の海っていう感じの綺麗な海で、で夜も、明かりがちょっとホテルのライトが当たる感じで、ちょっと夜の感じ写真も撮ってるのでこんな感じなんですけど、目視でも、上からでも実際に下に行ってみてもビーチが分かる感じで、しかもその波打ち際ですかねを歩くことが夜もできるので、結構ねちょっとブラッと行く感じもいいかなと思って、そういうのも含めてリゾートっぽくて素敵だなっていう感じでした。はい。で、今は、冬なので、メインシーズンではないんですが、アクティビティとかですね、バナナボートみたいなやつもたくさんアトラクションみたいな感じであって、プールもあってビーチにも行けて、なんか卓球台とかなんかもあったりして、いろいろねホテルのこのホテルで遊べるっていうホテルだと思うので、長期滞在しても楽しいのかなっていう気がしたので、グッドでしたね。はい。で、まあ私はちょっとリゾートに来ないので、また新しくて良かったなと思います。はい。で、まあ、その他ちょっと手元にあるものとか、ご紹介していきたいと思います。まず、チェックインの際にいろいろチケットをいただきました。で、まず一つちょっとここにないんですけど、クルーズですね、 2,30 分の、海にクルーズに出るんですけど、それが無料だったのでそちらのチケットがありました。で、次にこちらピンとくるかな、はい、アフタヌーンティーの、チケット、こちらも使えるということで、これも嬉しいで、よいしょ、ウェルカムドルフィンなんて書いてありますが、イルカショーみたいなやつですかね、こちらも無料のチケットいただいてます。これも嬉しい。で、あとは、まあ、マリオットグループの特典ですかね、こちらの紙もいただいてます。で、あとはこれはスーパーかな、なんかスーパーの割引券もいただいてます。で、あとは、エクスプレスチェックアウトですね、まあカード登録してあればって感じだと思うんですけど、のチケットもあります。で、サービスですね、無料で受けられるサービスをこうやってチケットにしていただけると、なんかチケットを見て使う使わないとかも決めれたり、パンフレットとか見なくてパッと分かるので、これ結構親切なサービスだなと思って、結構好感が持てる感じでいいなって、なんかサービスいっぱいあるのも分かりますし、どれ使おうかって悩むのも楽しかったり、しかも明確で分かりやすいのでいいんじゃないかなと思います。はい。で、あとは、インルームダイニングの紙ですね。こちらはまあフルじゃないと思うんですけど、いただいてます。で、まあ、ちょっと見てみましょうかね。沖縄らしいメニューも、沖縄ソーキそば1800円とか、パーコーメンとかですか ?1800 円とか、ルネッサンスバーガー2000円、ハンバーグステーキ3200円。どうですかね、まあ、割と良心的なお値段で、ソーキそばとかゴーヤのチャンプルとかもあったり、沖縄らしいメンバーとかですね、メニューもあり、マルゲリータとかピザとか、まあ、癖のないものですかね、どなたでも知ってるようなメニューもあって、まあいいんじゃないですかね。お値段も頼みやすいので、インルームで頼むのもいいホテルじゃないかなと思います。はい。で、その他は、まあ館内のですね、コロナの館内営業の紙とかもいただいてますし、さっきのチケットですね、無料チケットでできるアクティビティですねの、説明の紙とかもいただいてます。はい、こんな感じですかね。あとはこれは何だい、これはなんかちょっとわかんないサーカスみたいですかね、なんか紹介もあります。はい、あとはホテルの紹介とか、施設の案内ブックとかありますね。館内のレストランとかの、説明と、後ろにはこんな感じ、まあ、これは記念にもらっていくのもいいのかもしれないですね。はい、まあ、リゾートいろいろありますので、なんかレストランの位置とかアクティビティとか、はい、いろいろドルフィンラグーンとかもありますけど、はい、お子様も楽しめる感じでいいんじゃないかなと思います。はい、こんな感じでいろいろいただいてます。で、今日は食事は、夕食はインルームでお肉いただきましたので載せておきたいと思います。はい。
で、朝食がついてるので朝朝食も、明日いただこうかなと思いますので、こちら、はい、こんな感じですね。お肉は、まあ、普通に美味しいお肉で、意外と沖縄ってお肉系がね、メニューでもあるので、まあ、ゴーヤとかももちろんそうなんですけど、ステーキとかもなんか意外とメニューに多いなっていう印象はあったので、まあちょっと食べてきました。はい。で、まあ今日は、いや、リゾートホテルなんでね。で、お部屋は多分ちょっとアップグレードをいただいたのかなと思うんですけど、お部屋の広さは十分ですね。東京の高級ホテルと遜色のない広さで、お風呂の雰囲気とかお部屋の雰囲気も、いいホテルだなっていう感じはしましたので、本当に高級ホテルって感じです。はい。で、まあなんといってもバルコニーですね。バルコニーからこのホテルのビーチを見てもとても綺麗で、で夜もライトが見えてるので波の音を聞きながらゆっくりできて、これはいいですね。はい。なんで、まあ沖縄のリゾートホテルにたくさん泊まってる方はもっとね、いろいろ選択肢があるのかもしれないですけど、もしもあんまり行かれてないっていう方で少しいいホテルに泊まってみたいなっていう方にはいいと思うんですよね。はい。私はいいんじゃないかなってするんですけど、また他のホテルもどこかのタイミングで来てみて比較できたらいいなと思うんですけど、私は多分頻繁に沖縄には来ないので、またちょっとね期間が空くかなと思うんですけど、時期を見て来てみたいなと思います。はい。で、どうですかね、コンビニとかも車ならそんなに遠くない位置にありますし、沖縄じゃない那覇空港から向かってくる間にちょっとね飲み物とかは補充しておいてもいいのかなって気がするので、ちょっとおやつとか買ってきてお部屋に置いておいてもいいかなっていう感じはしました。はい。で、ホテルはお土産屋さんもありますし、レストランもしっかりありますし、カフェみたいな利用もできますので、結構施設はいろいろあって、まあここだけで本当に滞在できるなって感じはしますので、素敵だなって感じですね。まあリゾートホテルっていう感じですね。で、ビーチもあって、ビーチの周辺ですね、プールとか、卓球とかの、遊ぶ場所もたくさんあるので、ご家族で来ても、楽しめるんじゃないかなっていう印象は受けました。はい。まあ海がね、ちょっと今この時期は使えないので、泳いだりとかですね。なんでもうちょっと暖かくなると、より楽しいホテルじゃないかなと思いました。はい。まあマリオットですねのカテゴリーでは7っていう、まあ、上から2つ目だと思うので、結構上にあるホテルなので、まあそうですね、それは揃ってますよね。はい。で、まあ東京の高級ホテルとかとはホスピタリティとかの感じは、まあ、やっぱ雰囲気とかも含めてちょっと違うなと思ったので、まあ、比べてもなっていう感じはしますね。はい。まあ洗練されてるとかものすごく手厚いっていうことなら、それは東京とかの方が勝るかなって思うんですけど、まあリゾートホテルってそもそもそういう重たさじゃないと思うので、ちょっとカジュアルな感じというか、やっぱリゾート感を出すことも大事だと思うので、そういう意味で特に問題のないホスピタリティだったかなと思いますし、まあ雰囲気に合ってるかなって気はしましたので、丁寧な対応もいただけてますし、不満はないかなっていう感じです。はい。で、まあロビーが吹き抜けだったり、まあそういうね一つ一つの空間がリゾートに来たなっていう感じがしましたので、ホテルのコンセプトがリゾートにマッチしてるホテルじゃないかなと思います。はい。今日はこんな感じですかね。もうちょっとねアクティビティとかがあったらいろいろ話せるかなって思うんですけど、今日は私がねそんなにそれをやってないので、ホテルの雰囲気とお部屋の印象が中心になっちゃいますが、まあ、あとはビーチは歩いたのでそちらを確認いただけたらなと思いますが、はい、そうですね、そんな遠くもなくて思ったより距離感も近くてよかったなと思います。はい。素敵なホテルですので、まあ、来たことのない方はまたぜひ検討いただけたらなと思います。はい。ということで今日はこちらですね、沖縄にあります、ルネッサンスホテルさんですね、沖縄リゾートさんですね、はい、をご紹介させていただきました。またよろしくお願いします。ありがとうございます。Thank you.